東京原資格クラブは、牧野望みの儀曲である。1997年1月に、東京国際フォーラムで初演され、以降複数回にわたり、六本木俳優座劇場、渋谷パルコ劇場などで、俳優座劇場、劇団、MOP により公演された。初演の年に、読売文学賞儀曲、シナリオ賞を受賞した。本作は、 東京国際フォーラムの小ラ落とし公演のために書き下ろされた作品である。この作品は戦前の下宿屋を舞台とした青春群像劇であり、一癖も二癖もある下宿の住人たちや情に厚ようや男勝りなその娘が織りなすコメディである。一方で舞台が後半に差し掛かると戦争により暗い影が差すようになり、シリアスな場面が中心となる。主人公の友田は ノーベル賞物理学者の朝永新一論がモデルである。昭和7年、東京、本郷にある古い洋館を改造した下宿や、平和館で、理科学研究所に勤める、新米物理学者、友田は研究所のレベルの高さに自信喪失し、部屋を引き払い故郷へ帰ろうとしていた。そこへ研究所の先輩、竹山がやってくる。竹山は、友田の決意をつゆ知らず、 友田の研究が認められ、これから忙しくなると言い残し、実質に紙を取りに行く。友田は研究所に残る決意をする。ギャンブル狂いのピアニストや、正体不明の怪しい女、飲んだくれの売れない、劇作家、先輩研究者、男やもめの大家と男まさりな娘など、平和館の住人は怪しくも、個性的で愉快な人々であった。やがて戦争の時代となり、 住人たちの生活も一変する。ここでは上演された劇場と都市で分ける。2008年8月から俳優座劇場にて上演。ありがとうございます。